北朝鮮にワクチンを送るべき、立憲民主党の副代表、参院幹事長の森裕子さんのですね、呆れた提言ということで、これは本当にこういうびっくりした提言がですね、ありまして、これについてですね、えー、ちょっと申し上げてみたいと思います。 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会というのが参議院で開かれまして、で、この中でですね、森友子さんが質問をされました。重要な箇所をですね、あの、起こしてみましたので、ちょっと皆さんにね、お聞きいただきたいなと思います。まずですね、質問用紙というものを森さん自身がまとめてます。 でね、森裕子チャンネルっていうのがあって、ここでね、自分自身の質問見られるので、全部見られるので、えー、もしよかったら見ていただきたいです。ただね、30分もあって、あまりにもくだらない質問なんで、この30分見てるとね、頭がね、もうパッパッパラリラしてきますけどね。だけど、まあ、それでも見たければぜひどうぞ。私はね、これね、朝からね、見てね、重要なところで文字起こししたからね、頭の中がね、もうボンバーボンバーみたいな感じになってしまいましたけれどもね、あまりに呆れましたけどね、えー。ぜひ皆さんに、えー、この、共有したいというふうに思います。で、まあ、どんな質問をしてるか。 えー、北朝鮮に対する経済制裁と外交ということで。これが一番のね、えー、彼女のメインの質問なんです。えー、菅政権は拉致問題を内閣の最重要課題と位置づけ、あらゆるチャンスを逃すことなく、全力で行動していくと主張しているが、その行動の第一歩として具体的に何を行っているのかと。 いうことを聞きました。まあ、これ自体の質問は変な、そんな変な質問ではないですね。えー、まず確認して、最有重要課題であると。で、だからじゃあ具体的に何してるんですかという質問をした。加藤官房長官が答えます。で、なんで加藤官房長官が答えるかって言ったら、加藤官房長官は、拉致担当大臣も、これ、あの、兼任してるからですね。 で、え、まあ、我が国が全力を挙げて、え、これ取り組んでいくということと、米国をはじめとするですね、各国と緊密の連携を図るということを言っています。で、各国の指示を取り付けるとともに、条件をつけずに、金正恩委員長と直接向き合う決意も述べさせていただいているところでありますと。で、ただですね、どのように取り組んでいくのかを明らかにするということは、今後の対応にも影響を及ぼす可能性があることから、お答えは差し控えさせていただくと。 いうようなことをですね、えー、言ったわけです。ちょっと皆さん、この次の発言いかが思われますか北朝鮮側もこの委員会見てますよ。何を政府がメッセージとして発するのか。見てるんですよ、と。北朝鮮見てますよ、と。 っうことはね、北朝鮮が見てることを意識して自分はこのことを発言してるとしたならばね、私、北朝鮮のエージェントですよって半分言ってるようなもんじゃないですか。ね、エージェントだというふうに北朝鮮は認めてないでしょう、おそらく。でも、エージェントになりたいという人なのかね。まあ、その辺はよくわかりませんけれども、でも、北朝鮮が見てるっていうことを意識しながら、私は北朝鮮の経済制裁を解除しろと言ってるんだっていうふうにね、大騒ぎしてる。まあ、非常にね、こういう方が日本の国会におられるということ自体がね、不思議なことだなというふうに思います。 で、何かあると北朝鮮もハッピーになるんだっていう単調が欲しいんだと言ってる。北朝鮮がハッピーになる。これおかしくないですか拉致の被害者を返せという話じゃないですかこれ犯罪行為じゃないですか拉致なんていうのは。何の罪もないですね。日本国民がさらわれていった。 で、それを返せというのは当たり前のことで、これ返さなくちゃいけないわけですよ。ハッピーって、まずね、大体ね、こんなね、ハッピーなんていう言葉をね、なんかね、使ってる段階でね、程度の低さがね、よくわかるんだけれども、ハッピーだとかアンハッピーだとかいう話じゃなくてですね、北朝鮮はこれ返すべきなんですよ。 で、そのための条件として日本が何か提示するっていうことはね、まあ、場合によってあるかもしれないけれども、それはほとんど意味がない。だから経済制裁っていうのをやって、経済制裁に相手がですね、そのもう、わーって、もう耐えきれないとなった時に、じゃあ、拉致の問題動いてきて、そして相手が動いたんならこちらも応じようと。まあ、こういう形ですよね。で、私はこれはですね、間違っていないというふうに思います。で、北朝鮮がですね、何らかの行動を起こした場合には、 えー、日本側は制裁措置を一部解除するなどの外交的な対応を行うなどのメッセージを発していくなど、外交公的なやり取りを開始する必要はないかということを何でも繰り返して聞きます。さらにですね、北朝鮮は現在30区、新型コロナ災害経済制裁とも言われる状況にある。1月に開催された朝鮮労働党の第8回党大会では、新しい経済発展5カ年計画を策定した。これに関連して、拉致被害者の、えー、橋池薫さんは、こうした新5カ年計画に対する、 具体的な支援策を北朝鮮側に見せるなどのアイデアを提起していた。こうしたアイデアについて政府はどう考えるかということを聞いてですね。まあ、え北朝鮮の動向を踏まえながらえ判断して参りたいと。包括的に判断して参りたいと。まあこれは もう一般論として答えてるわけですよ。具体的にこれやりますとかあれやりますって言っちゃったら手の内見せることになるわけですからね。だからそういうことは見せずに、北朝鮮の動向を見ながら、こう伺って参りたいということをこれ何度もですね、丁寧に言うんです。で、加藤大臣、それから茂木大臣が丁寧に答えれば答えるほどね、一人でハッスルしてですね、なんか怒り上げていくわけですけど、なんか、ね、その怒り方もね、理不尽なんですよ、すごく。いや、あなたの方がちょっと多分おかしいんですよ、という感じで。 トントンって肩を叩いてあげたくなるんですけれどもね、なんかちょっとおかしいです。さらにこんなことをね、えー、言ってます。日本はすでに3億6400万回分のワクチンを確保しています。台湾にもこの間お渡ししたわけですけど、全日本人がワクチン接種したとしても1億2000万回分余る。というふうにですね、えー、主張して、さらにですよ、北朝鮮の人口約2500万人である。 拉致問題解決のための対北交渉について、あらゆる機会を利用するのであれば、余っているワクチンを北朝鮮に対して人道支援の一環として提供し、交渉の糸口につなげることも一案かと考えるが、政府はどう考えるか。要するにですね、拉致問題の解決でもない。拉致問題の相手が何かを譲歩したからでもない。こう 単調開く。何かもしかしたらやってくれるかもしれない。つまりやらないかもしれないってことですよ。やってくれるかもしれないから、日本にあるですね。世界で貴重なワクチンをですよ。日本にあって。これ台湾友好的なね、関係にある。また、東日本大震災の時にも助けてくれた。そういうところであるから、日本人の多くもですね、台湾に出すならいいんじゃないのかというふうに思って、頑張ってくれよという思いであった。それをですね、拉致問題を解決するとも言わない。核開発をやめるとも言ってない。で、何もやってない国にですね、もしかしたらやめてくれるかもしれないから、 えー、一か八か上げてみようという提案ですよ。送りましょうと。これをね、北朝鮮が見てるっていうことを前提においてこの人は発言してるわけですから、じゃ北朝鮮見てと私は、このワクチンをですね、北朝鮮に大量にプレゼントしましょうってアピールしましたというふうにアピールしてるわけです、ね、この人は日本人に向けて何やってるのか、それとも北朝鮮が見てるということだから、北朝鮮に向けてアピールしてるのか分かりませんけれども、日本人としてですね、到底許すことのできない もう、はっきり申し上げて、異常な提案をしてるというふうに私には思わざるを得ないです。で、拉致の被害者全員返しましたと。ね。で、拉致の被害者全員返しました。核兵器も本当にやめますと。で、査察も何でも来てくださいという状態になって、で、査察行った。もう北朝鮮は本当に核開発してない。これも本当に調べないといけない。いつも嘘つくから。だって、90年代の時もですね、核合意っていうのをやって、クリントン政権の時でしたけれども、あの時、ケース数量とかね、ええー、の作ると,と言ってですね、それで手打ちにして核開発はやめますと。 ということをやって、で、そのなんか、日本とアメリカでですね、合意して、で、それやってたんだけど、ありがとうありがとうと言いながら、実は核開発をこそ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 こ続けていたのが北朝鮮だった。だから、たとえ北朝鮮が核開発をやめたと言っても、本当なのかと言って、調べに行ってですね、本当にやってないということが証明されるまで動いちゃいけないですよ。これは。だ、それしょうがない。普通のね、国家と国家の約束はもう成り立たないわけです。だって、一回やってることを破ってるんだから。 で、そういうことを繰り返してきた国に対してですね、日本がですね、その、はいはいと言ってですね、すぐ信じることもできない。いいですか相手が捨てますって言ってもまだ信じちゃいけないって言ってるのに。捨てますとも言ってもないのにですね、もしかしたらなんかいいことあるかもしれないからワクチンあげちゃえっていうね、この見切り発射というかですね、わけのわからない見切り発射。こんなことをね、やって何のためになるんですか日本のためには全くならないですよで。北朝鮮として見たらですね、普通に考えてみたら、アホがおると。 と何もしないで待ってればね、またなんか本やってくれるわ、というふうになってしまう。こういうね、なんか馬鹿にされる外交っていうのを繰り返しちゃいけないわけですね。